でそして対米開戦への道、ね、アメリカもね石油金融仕掛けてくるわ、まあ、対抗するかのごとく南部仏印進駐して、はい、で近衛は急に平和支持者の血が騒いでですね、ルーズベルトになんかハワイでトップ会談やろうって言って、これ何なんですか、これ 何が起きてるんですか、なんでこのトップ会談しようと。やっぱりあの今まで の役所がやってきたメンツがあるんで間違い直せないけれども、アメリカという相手がある話なんで、はい、シナ事変も片付かないのにアメリカと戦争できんのかと。でアメリカと戦争をやめるって言ったらなんか軟弱者みたいになって正論が通らないのか下手したら殺されるんで、なんかできることをしようと。でも本当にやると大変なんで、はい、まあ、結局今までの延長